テオドール・シャセリオーは、フランスの画家、ロマン主義に属する。自画像、歴史画、宗教画、偶意的な壁画、それに、アルジェリア旅行にインスパイアされた、オリエンタリズムあふれる作品が有名である。シャセリオーは、カリブ海に浮かぶイスパニョーラ島のサマナに生まれた。父親は、フランス人で、島がまだフランスの植民地だった頃は、行政職だった。母親は、 クレオールの地主の娘だった。1821年、家族はパリに移り、そこで、シャセリ王は、スケッチに早熟な才能を見せた。1830年、11歳の時、シャセリ王は、アングルのアトリエに入ることを認められ、この新古典主義巨匠の相弟子となった。アングルは人々にこう言ったそうだ。見たまえ、新士諸君。この子はきっと絵のナポレオンになるよ。 1834年、アングルがローマのフランスアカデミー委員長を務めるためパリを離れた後、シャセリ王はアングルがその着色法をひどく嫌っていたドラクロワの影響に傾いた。シャセリ王の絵の特徴でよく言われてきたのがアングルの新古典主義とドラクロワのロマン主義を調和させる試みということだ。1836年、シャセリ王はサロンに 最初の絵の出品をした。その絵は歴史画のジャンルで第三席に選ばれた。1840年、シャセリ王はローマに旅行し、アングルと再会したが、アングルは相手氏の向かっている方向性を面白く思うはずがなく、指定関係も解消された。テオドールシャセリ王、バンク王の亡霊遊載、木。 54X64 センチメートル、ボザール美術館、テオドールシャセリオー。海から上がるビーナス 65X55 センチメートル、ルーブル美術館シャセリオーの初期の演じ組みを示す。主な作品を挙げると、海から上がるビーナス、スザンナと長老たち、アクテオンに驚くディアナ、ネレイスニーに鎖で縛られる、アンドロメダ、エステルの化粧などで、どの作品にもシャセリオーが、 理想とする女性の裸像を見ることができる。同じ時代に描かれた宗教画ではオリーブ山のキリスト、キリスト効果があるが、批評家には賛否両論だった。ちなみに擁護した批評家の中にはテオフィル・コーティエがいた。また、パリの三ミリ教会からの依頼でエジプトのマリアの一生を描いた壁画を描いた。この頃から肖像画も描き出した。ドミニコ会。 ドミニク・ラコルデール神父の肖像、それにシャセリオーの姉妹・アデルとアリーヌを描いた、二人姉妹、などがある。生涯を通じてデッサンも数多く描いた。肖像画のスケッチの多くは、グラフィックペンシルで綺麗に描かれたそれらは、かつてのシアングルのものに近いものである。さらに29の版画の元絵を作った。シェイクスピアのオセロをテーマにした18のエッチング集などである。 1846年、大作、護衛を引き連れた、コンスタンティンのカリフにして、ハラクタスの、主張アリベンハメトを描き上げた直後、シャセリオーは、最初のアルジェリア旅行をした。その旅とそれ以降の旅で描いたスケッチから、進化を訪問するアラブの主張、バルコニーのユダヤ人女性を制作した。後期の代表作、デピラリウムは、たくさんの女性たちが、 お風呂で濡れた体を乾かしている姿が描かれている。この舞台設定は、シャセリオが1840年に行ったポンペイ旅行にインスパイアされたものである。モーニュメントでは、1844年に国から依頼を受け、1848年に完成したフランス海敬院の大階段の装飾がある。しかし、この装飾は、 パリコミューン時代の1871年5月に起きた火事でかなりの損害を受け復元されたわずかな断片は現在ルーブル美術館に保管されている。病気を患った後、サンドック並びにサンフィリップというルール協会の装飾壁画を手掛けるが、病気が悪化して1856年10月8日にパリで死去した37歳坊シャセリオの作品は ピエール・ピュビスド・シャバンヌ、ギュスターブ・モローの作風に強い影響を与えた。さらに、シャバンヌらの作品を通じて、ポール・ゴーギャン、アンリ・マティスの作品にも反映されていると言われている。ギガンへ通る 2002P168 ギガンへ通る 2002P170 ギガンへ通る 2002P287 ありがとうございます。